君たちよくやってくれた。これで連中に罪をかぶせれば全ては万事解決というわけだね。我らの仕事ぶり満足していただけたかな。なあ、素晴らしい手際だ。念のため確認しておくが、証拠が残ることはないだろうね。安心するがいい。たとえ正気を取り戻しても我々のことは一切覚えていない。そこに寝ている東大森も朝まで目を覚まさないはずだ。それを聞いて安心したよ。これであの院長も孤児院再建を諦めるはず。放火を含めた一連の事件もあのクズどもの仕業にできる。まさに一石二鳥というものさ。喜んでもらえて何よりだ。しかしあんな孤児院を潰して何の得があるのやら。理解に苦しむところではあるな。まあいい、君たちには特別に教えてやろう。市長はあの土地一帯を高級別荘地にするつもりなのさ。ほう。風光明媚な街道沿いで、ルーアン市からも遠くない。別荘地としてはこれ以上はない立地条件だ。そこに豪勢な屋敷を建てて国内外の富豪に売りつける。それが市長の計画というわけさ。ほう、なかなか豪勢な話だ。しかしどうして孤児院を潰す必要があるのだ。考えてもみたまえ。豪華さが売りの別荘地の中にあんな薄汚れた建物があってみろ。おまけにガキどもの騒ぐ声が近くから聞こえてきた日には。なるほどな、別荘地としての価値半減か。しかし危ない橋を渡るくらいなら買い上げた方がいいのではないか。あの頑固な女が夫の残した土地を売るものか。だが連中が不在の隙に焼け落ちた建物を撤去して別荘を建ててしまえばこちらのものさ。再建費用もないとすれば泣き寝入りするしかないだろうよ。それが理由ですか。君たちは。そんなつまらないことのために先生たちを傷つけて思い出の場所を灰にして、あの子たちの笑顔を奪って。どうしてここがわかった。それよりあのクズどもは何をしてたんだ。
残念でした。みんなおねんねしてる最中よ。しかしまさか市長が一連の事件の黒幕だったとはね。しかもどこかで見たような連中も絡んでいるみたいだし。ほう、娘、我々を知っているのか。そこの赤毛の遊撃士とは少しばかり面識はあるが。何が面識だ。ちょろちょろ逃げ回った挙句、魔獣までけしかけてきやがって。だがこれでようやくてめえらの尻尾をつかめるぜ。君たち、そいつらは全員皆殺しにしろ。顔見られたからには生かしておくわけにはいかない。先輩、本当に残念です。まあ、クライアントの要望とあらば仕方あるまい。相手をしてもらおうか。望むところだっての。たとえ雇われてやったのでも、あなた方の罪は消えません。銃剣の威力、たっぷりと味わいやがれ。市長ギルバート、およびそこの黒坊主ども、遊撃士協会規約に基づきてめえらを逮捕拘束する。諦めて投降しやがれ。なかなかやるな。真っ向からの勝負ではやはり遊撃士は手強い。
ああ、隊長の忠告通り油断すべきではなかったか。隊長？ひょっとして空賊と交渉していた赤い仮面をかぶった人ですか？そのことも知っていると。さすがギルドの犬ども、なかなか鼻が利くようだな。負けたくせに何余裕かましてんのよ。いいから武器を置いてとっとと降伏しなさいよね。ふん、それはできんな。何のつもりよ。動くな。それ以上近寄ればこいつの頭が吹き飛ぶぞ。君たち、雇い主に向かってどういうつもりだ。勘違いするな、若造。我々の雇い主は市長であって貴様ではない。市長にしたところで同じこと。利害が一致していたから協力していたに過ぎん。お前がここで死のうが、我々は痛くも痒くもない。撃つな、撃たないでくれ。ほら、いい加減にしろ。そんな下手な芝居打って逃げられると思って。ああ、あ、足が、僕の足が。先輩。どうやら本気みたいですね。これでも納得しないなら、こちらの灯台守の頭を撃ち抜いてもいいのだが。やめなさいよ。その人は関係ないでしょ。ならばしばらくの間離れていてもらおうか。そうだな、階段の近くまで下がれ。仕方ねえな。いいだろう。それではさらばだ。待ちなさいっての。逃がすか、おら。脱出用のワイヤーロープ。なんて用意周到な奴らなの。秘書野郎とバカどもの面倒は任せたぞ。え、俺はこのまま連中を追う。お前らは今回の事件をジャンに報告して指示を仰げ。よし、あたしも。待った、エステル。アガットさんが言ってただろ。秘書やレイブンの人たちを放っておくわけにはいかないよ。そうですね。自業自得とはいえ、足に怪我をしていますし。そっか。悔しいけど、あの連中はアガットに任せるしかなさそうね。